はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと特別に、実際にやってみようかと思います。授業で使ってるやり方としては、単語のリピート、あと本文のリピートなんかでローンチパッド使ってます。まあ、今日は、ちょっと豪華に2本立てということで、まずは単語のリピートでどんな風に使ってるかを、やってみたいと思います。単純ですけれども、よかったら活用してください。ちなみに、ローンチパッドの画面はこんな感じです。ピントがなかなか合いませんが、こんなような形で、ボタンをポッと押すと、こんな風に4ビートの、リズムが出てきます。こんな風に音を足すこともできます。まあ、最初はあまり音がいろいろない方がいいと思いますんで、こんな風な感じでちょっと練習してみたいと思います。基本的には私が先に読んで、生徒が読むってパターンなので、生徒は今日いませんので、音は出ません。 OK 1,2,3 スペシャル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 レストラン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 プレフェクチュー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 。マウスが反応しませんでした。こういうことはよくあります。まあ、こういう時は冷静に次に行きたいと思います。 1,2,3 ランランran ran be called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  grandchildren 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 cooking club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 こんな感じで、ずっとやっていったりします。といっても、まあ、全部でこれだけですから、これでパート1分ですので、そんなに難しくありません。で、ある程度これで練習した後に、日本語と英語の順番をリバースすれば、ちょっとレベルが上がりません。ちょっとやってみましょうか。1, 2, 3, スペシャル。Special, special, special. Restaurant, 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 restaurant. Prefecture, 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 prefecture. Ram, ram, ram.Be called, be called, be called, be called. まあこんな感じでやっていくと、ちょっとタスクレベルが上がるかなと思います。こんな感じで単語の導入なんかをやったりしています。で今日の最後なんですけども、音読活動を少しリズムを取り入れて、楽しく飽きさせずにやれないかなという一つの、試みご提案をさせてもらおうかなと思います。先ほど見ていただいた本文なんですけども、若干、余分な修飾などを外してシンプルにしたものを使っております。ちょっと音を入れてみます。はい、では、ちょっと私に続いて読んでみてくださいということで。 Okay, now let's practice reading the English sentences with rhythm with me.
Okay, repeat after me. 1, 2, 3. Do you know? Do you know? There is a special restaurant. There is a special restaurant. Do you know? There is a special restaurant. There is a special restaurant. What is special about it? What is special about it? This is a restaurant. This is a restaurant. This is a restaurant. Run by high school students. Run by high school students. This is a restaurant. Run by high school students.